はい、皆さんこんばんは。本日はヒーリングライフスタイルオンラインセミナーにお集まりいただきましてありがとうございます。私講師と、させていただきます渡辺健二と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは早速スライド資料を見ながらねお話をしていきたいと思います。はい、コロナ時代の食事管理、今日何食べようと題して、だいたい30分ぐらいお話をしていきたいと思います。はい、タイトルにもあるんですけども、何食べようかなというのを、もしかして今までに、こう、何回こういうことを考えたか数えたことある方いらっしゃいますか？数えたことないんですよね。でも多分無数に数えてきたし、これからも何度も何度も数えていくことじゃないかなと思います。うん、でそんな時にね、その食べ物を選ぶ、食べるものを選ぶ基準っていうものを、ちょっとここで皆さんに質問をしてみたいんですけど、はい、3つありますので、もしよかったら手をこう挙手していただけるとありがたいです。では1番目。私は体にいいものを食べる。意識している方もいらっしゃるようですね。はい、ありがとうございます。2番目、私は体に悪いものは食べない。そういう意識をしていらっしゃる方。お、重なっても大丈夫ですよ。はい。3番目、その他、好きなものを食べる。安いものを食べる。食べられりゃ何でもいいよ。という方。あれありがとうございます。ご参加いただいた方がもしかして、こう、食に対するご興味とか意識が高くていらっしゃるのかもしれないんですが、もしかしたらね、大体多くの人は3番目の、まあ、自分の好み、思考で好きなものを食べますよという方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。で今日はせっかくですから、この1番目と2番目のこの二つについて主に話をしていきたいと思います。じゃあ、私が想像したよりも1番、2番の方が多くいらっしゃったように見えたんですけど、もう一つ、もうちょっと深掘りしてみましょう。はい。では、体にいいものって何でしょう？体に悪いものというのは何でしょうか？最近ね、インターネットとかで情報がたくさん集められる時代じゃないですか。それで、何々はいいですよって、なんか情報が出て、ああ、そうなんだと思ったら、その次の日に、その同じものがね、いやいや、何々は悪いんですよと言ってみたりするんですよ。そういうご経験ないですかね。なんか、情報がすごく錯綜している。で、他の専門家が、いやいや、実はこうなんだよと。で今この大変情報が多い溢れる世の中でどうやっていいもの悪いものの心眼の区別をつけていくか、これをまあ今私がお話ししようと思うんですけど、そんなに誰もが当てはまるような答えがあるのかどうかね、どうでしょうか。はい、じゃあその答えは専門家に聞いてみよう。ちょっとここ笑うとこなんですけどね。大丈夫ですかね。専門家に聞いてみた方がいいです。専門家に。でも専門家でも、例えば水はたくさん飲んだ方がいいですよっていう専門家もいれば、いやいや、水の飲みすぎはちょっと注意しましょうねという専門家もいるんですね。じゃあ、いい悪いの判断をする専門家というのが、一体誰なのか。と、ここで大事なことは、その誰かをきちんと自分で把握。まあ、かかりつけのお医者さんみたいな感じ。そういう、自分の拠り所になる、自分の味方になる人をきちんとつけとかないといけないです。はい。勘のいい方はもしかしたらお気づきかもしれないんですけど、その専門家というのは
実は私自身、私の体とか私の脳、あ、これ渡辺って意味じゃないですよ。皆さんご自身が皆さんの専門家になる必要があります。自分にとって何がいいのか悪いのか、その専門家になってみようと。はい。答えはすぐそばにあった。ね。幸せの青い鳥はすぐそばにあった。自分の体とか心に聞いてみようじゃないかと。